住友金属鉱山は、資源と精錬の、二事業に、戻っていくしかないと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は現役決算の住友金属鉱山大丈夫かというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は勝負どころということで、直近3年次第というのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、住友金属鉱山、決算の確認からということなんですけれども、はい、当期純利益ですね、22年実績が2810億でしたと。で、23年実績が1605億ということで、ここまでは実績ということですね。昨年対比 43% 減ということです。はい、そして24年度の予測としては420億ということで、もし予測通りということであれば、今期は 74% 減の当期純利益になるということです。はい、なおですね、事業別の経常利益で見た場合ということなんですけど、はい、縦に見ていったときに、22年、23年は実績、24年度は予測ということです。はい、で、資源事業に関しては、利益が1342億、764億、620億ですね。で、精錬事業に関しては、1147億、1178億、280億ということです。はい、で、材料事業に関しては、276億、173億、でもう計画段階で今期は40億の赤字見通しというふうになっています。はい、そして精錬事業と材料事業に関してはですね、すでに23年度後半からもう悪化していたということです。はい、今度は横に見ていった場合にですね、資源事業の利益っていうのが345、128、98、193ですね。で、精錬事業に関しては564、330、286で赤字1億ということです。はい、そして材料事業に関しては96、81、26、赤字30ということで、第4四半期っていうのはですね、23年の1月、2月、3月でしたから、はい、1月、2月、3月の時点からもうすでにですね、この2事業に関しては利益が急激に悪化していたということです。はい、ちなみにですね、住友金属鉱山の3事業の関連性というのを確認しておきたいんですけれども、はい、まず資源事業ですね、これは鉱山から鉱石を取り出すという事業です。はい、ただ現在はですね、住友金属鉱山は自社ではやってないということです。だから投資してその権益を持っているという感じですね。はい、以前はもちろんですね、例えば別紙銅山とかで鉱山に入って銅鉱石っていうのを取り出すというですね、事業をやっつけど、現在はどちらかって言ったら投資事業に近いということですね。なので、例えば南米とかですね、現地の方がですね、労働者の方が、例えば銅鉱山に入って、そして銅鉱石を取り出すとか、っていう事業ですね。これが資源事業ということになります。はい、そして精錬事業っていうのは、例えば、グループの中で、銅鉱山から銅鉱石を取り出したということであれば、同じ、住友金属鉱山というグループ会社としてですね、今度はその銅鉱石から銅というのを精錬する。つまり、銅鉱石の中に入っている銅以外の不純物っていうのを飛ばして、純粋な綺麗な銅っていうのを取り出すというのが精錬事業ということですね。なので、グループの中で銅鉱山、金鉱山、それからニッケル鉱山という、それぞれの権益っていうのを持っているので、そこからですね、結局鉱石から銅、金、そしてニッケルというのを抽出する、精錬をするということですね。で、コバルトに関しては、権益っていうのを持ってないので、なので、コバルトはですね、はっきり言ったら世界的にはですね、アフリカのコンゴに集中しているということなので、コバルトに関しては、権益を持ってない。なので、コバルト鉱石っていうのを仕入れて、そして自社グループで精錬を行っているということですね。はい。で、材料事業っていうのはですね、いろんな材料を作ってるわけですけど、一番中心は電池材料ということで、はい。なので、結局グループの中でですね、結局ニッケル、それからコバルトっていうのを調達できているということです。はい。ただ、電池を作るにはニッケル、コバルト以外の、金属っていうのも必要だということですよね。具体的にはリチウム、それからアルミマンガンですね。こういったものっていうのははっきり言ったら、住友金属鉱山は自分たちでは精錬してないので、だからある意味精錬が終わっているですね、リチウム、アルミ、マンガンっていうのを仕入れているということです。はい、それで例えばリチウム、ニッケル、コバルトっていう形で、例えば電池材料、正極材を作ったり、もしくはリチウム、ニッケル、アルミという
組み合わせで電池材料を作って、その電池材料を電池メーカーに売ってるということですね。はい、つまりですね、資源事業と製錬事業っていうのは、これは銅、金、ニッケルで非常に強く関連してますということです。はい、そして製錬事業と材料事業っていうのは、ニッケルとコバルトで関連してますということですね。はい、しかし、ニッケル以外のですね、ニッケル以外に関しては、資源事業、製錬事業、材料事業の3つっていうのが、一気通貫の形になってないということですね。もともと住友金属鉱山といえば、銅なんですよ。はっきり言うと、なので、銅の製錬っていうのが一番粗業 でその後に別紙銅山っていうのに入って、銅鉱山から銅鉱石を取り出して、で取り出したらそれを銅を製錬するということで、住友金属鉱山イコール銅なわけです。はい、だから銅を中心とした会社なわけですけれども、最後の電池材料っていうのはですね、はっきり言ったら銅っていうのはそんなに重要な金属ではないので、だから資源、製錬、材料の3つっていうのが一気通貫の形にはなってないということです。はい、なのでですね、住友金属鉱山は銅を中心とした金属の多角化企業ということが言えます。もともとは銅専門でしたと、それが例えば金だとかニッケルだとかですね、あとは例えばコバルトだとかっていう形で、どん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 金属の種類っていうのを増やしていってる、そして金属の多角化企業ということが言えます。はい、だからですね、製錬事業の不振と材料事業の不振ではですね、本質的な理由っていうのが異なっているということですね。はい、すなわちということで、製錬事業の不振っていうのは、これは銅とかニッケル価格が下落しているということで、在庫のですね、評価損を計上しているということなんですよね。ってなると、やっぱり銅価格とかニッケル価格っていうのは常にこうね、上げ下げ上げ下げ変動しますから、だから逆に一昨年とか昨年に関してはですね、はっきり言って銅価格っていうのが企業の利益という意味で、どっちかというとプラス要因だったわけですけど、今期の24年度っていうのはマイナス要因、在庫の評価損という形でマイナス要因になりそうだということです。これは価格変動によるものなので、本質的ではないんですよね。だから今後中長期的に考慮する必要はないということです。一時的なものということです。はい、しかしですね、材料事業の不振の方はですね、これは本質的ということです。はい、投資判断に大きく影響しているということですね。はい、それはですね、競合他社との価格競争に苦戦し始めているということです。電池材料ですよね。例えばリチウムイオン電池の正極材というのを作って、それを電池メーカーに売る。だけどその電池材料企業という形でですね、競合他社との価格競争に苦戦し始めていて、それが数字に出ていると、赤字転落に出ているということです。はい、いわゆるですね、日本企業によくある技術で勝って事業に負けるというパターンにはまりつつあるということです。はい、というのはですね、例えば製造業で考えた時に、開発、製造、量産という段階で考えた時にということで、開発っていうのはこれ試作品を作るという段階ですね。はい、そして実際にお客様に売ることができる完成品を作る、これが製造という段階です。はい、この段階っていうのは技術が非常に大事ということですよね。この開発の前に研究っていうのがあるわけですけど、研究、開発、製造って言って研究っていうのがあるわけですよね。で、研究っていうのははっきり言ったら机上の空論なわけですよ。はっきり言ったら理論の段階ということですよね。こういうことができるんじゃないかっていうのが研究ですよね。で、開発っていうのは実際試作品を作るということになるわけです。はい。そしてその試作品を実際お客様に販売することができる完成品っていうのを作る製造と。ここまでは技術っていうのはめちゃくちゃ大事なわけですよね。だから、いかに優れた研究を行ったとしても、実際それを目に見える形ある、そしてお客様の役に立つ完成品っていうのを作ることができるかどうかっていうのは、これ技術力の勝負ということになるわけです。いかに優れた企画、優れた研究だったとしても、実際技術がなければ作ることはできない、製造はできないわけですよね。だから製造までっていうのは非常に技術っていうのは重要ですということです。そして日本企業っていうのは技術はめちゃくちゃ強いということですよね。はい、ところが今度は製造しましたと、で実際完成品作ってお客様に販売しましたと、あとはじゃあそれをたくさんのお客様に販売すると言った時に、今度は一気に数を増やして量産するという段階になるわけですけど、この製造から量産の段階っていうのは技術勝負じゃないんですよね。
設備投資勝負ということで、その重要な要因っていうのが完全に切り替わるということなんですよね。だから技術で勝って事業で負けるっていうのは、製造段階までは勝つんだけど、量産段階になって負けるという、まあそういうことだということです。つまりですね、まあ技術の優劣っていうのはあくまでも試作品、そしてですね、完成品っていうのを作れるかどうかでこそ重要ということで、いざ製品を大量生産という段階になったらですね、事業をいかに装置産業化できるかっていう、この切り替えっていうのがめちゃくちゃ大事になるということです。はい、だから技術勝負から装置産業化っていうふうに、まあ、はっきり言ったら競争の軸っていうのが変わるということですね。はい、すなわちですね、例えば、まあね、高い技術でですね、何か完成品っていうのを作ることができましたということですよね。まあ、それははっきり言ったら技術勝負であり、まあなんかちょっとこう職人的な世界なわけですよ。だから最高品質のものを最高技術で作るっていう、こう職人的な、まあ、世界観ですよね。なんですけど、その職人じゃなければ作れないだったら大量生産できないわけですよね。うん。そのあるね、すごい技術を持った職人じゃなければ作れないっていうんだったら、ね、例えば100万個とか1000万個とか作ることはできないですよね。だから、まあ普通の一般の作業員の人でも作れることができるように標準化していかないといけないわけですよね。だからまず作ることが製品として作ることができました。で、今度は他の一般の作業員の人でも作ることができるように標準化していくわけです。そして一般の、まあ、作業員の人たちがですね、まあ、例えばライン生産でですね、まあ、流れ作業で、まあ、作ることができるようになったということであれば、今度はその人の代わりに、まあ、産業用ロボットとかコンピューターシステムっていう形でどん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 人を、まあ、ロボットとかコンピューターに置き換えていくということをするわけですね。まあ、いわゆる自動化の、過程ということになります。はい、そして、まあ、はっきり言った工場の中でほとんど人がいない、まあ、人は本当にこうコンピューターとかロボットの、まあ、故障に対応するぐらいで、まあ、ほとんど、まあ、人はいない、まあ、無人に近いぐらいいないという状態にして、もう実質ロボットとコンピューターでどん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 、まあ、例えば EV 電気自動車っていうのを作っていくという段階になると、まあ、大量生産ができるようになるということです。まあ、これが装置産業化ということですね。はい、そしてですね、まあ、市場の拡大っていうのは製品価格の下落によって起きるということです。市場が拡大するっていうのはお客様が増えるっていうことと全く同じ意味ですなわけですよね。市場が拡大したっていうのはお客様が増えたっていうことになるわけですけど、じゃあなんでお客様増えたんですかって言ったら、それは価格が下落したからということです。今までだったら高くて買えなかったのが、まあ結局価格が下落していったおかげで、まあ買えなかった人たちが買えるようになった。経済的に買えなかったんだけど買えるようになった。それが市場の拡大、すなわち顧客の拡大ということになるということです。だから、まあもしですね、EV 電気自動車の市場っていうのはこれからどんどん拡大し続けるとするならば、まあ EV をとにかくですね、まあ、メーカーが大量にどんどん作っていくということですよね。100万台200万台という形で作っていくということです。そうすると1台あたりのですね、まあ、価格っていうのは下落していきますということですよね。そうすると、まあ、例えば EV 電気自動車っていうのは高くて買えませんでしたと。例えば人口80億人で本当に今の EV 価格で買うことができる人っていうのは見込み客としても1億人しかいませんと。80億人のうち1億人しかそもそも見込み客じゃないとしたときに、じゃあ EV 電気自動車の価格が下がっていきましたと。で、価格が下がっていったことによって結局まあ20億人が買えるようになると、まあ、要するに見込み客が20億というふうにまあ広がっていくわけですよね。それなんでですかって言ったら、 EV 電気自動車の1台あたりの価格が下がっていったから、買うことができる、経済的に買えるお客様の層が広がった。それがすなわち市場拡大ということです。はい、だからまあ EV 電気自動車はもうすでにですね、まあ、装置産業化しているということです。まあ、人が作るんじゃなくて産業用ロボットとコンピューターでどん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 生産していく、まあ、そういう装置産業化しているのが、まあ、EV 電気自動車ということですね。はい、なので、まあ、価格下落による市場拡大ということですよね。そうすると EV 電気自動車の1台あたりの価格っていうのは下がっていきますということですね。そうすると、まあ、当然ですけど、まあ、EV 電気自動車にとって一番重要な、まあ、部品っていうのは電池なので、当然電池価格も下落していくということです。はい、だから当然ですけども電池価格っていうのはずっとですね、まあ、2013年以降下がり続けているということですね。であれば当然ですけど EV 価格下落していきます。当然ですね、完成車を作っている電気自動車メーカーっていうのは電池をできるだけ安くというふうに求めますから、電池価格は下落していってますと。であれば当然
電池を安く作るためには電池材料というのを安く仕入れないといけないんで、電池を作っている電池メーカーから電池材料メーカーはもっと安くということで、価格の圧力っていうのはかかるわけですよね。で結果、まあ、電池材料の価格も下落しているっていうのが今起きていることということです。はい、ゆえに、まあ、本来であればですね、製品価格がどんどん下落していくわけですから、その中でも利益を出し続けるためにはもう経費を下げ続けるしかないわけですよ。だから売るための値段売価が下がっていくというんだったら、それ以上の速度でどん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 経費を下げていかないと、まあ、利益は出ないですよね。だからとにかく利益を出し続けるために、規模の経済で生産にかかる固定費っていうのを下げ続ける必要があるということです。例えば製曲材をですね、まあ、例えば1トンあたりにかかる経費というのをもうとにかく下げられるだけ下げていくということですよね。そうすると、まあ、売り値が下がっていったとしても、それよりももっと大きな割合で、まあ、結局経費を下げることができれば、まあ、利益を増やしていくことができるということですよね。まあ、まさに規模の経済の世界ということです。はい、ところがですね、まあ、日本企業の場合はですね、製造は技術勝負で量産も技術勝負というような、まあ、幻想を見続ける傾向があるということですよね。だから技術って言ったら世界1位なわけですよ、日本企業っていうのは。だから技術は世界1位なんだけど、それで世界1位の技術を持ってるから競争に勝てるっていう幻想を見てるんですよね。要するにその競争の軸っていうのは切り替わるっていうのがなかなかピンとこないということで、製造は技術勝負、量産も技術勝負という幻想を見続けている間に、技術で勝って事業で負けるということが起きるということです。はい、例えばですね、まあ、電池だったら、まあ、かつての世界1位はパナソニックでしたと。今は1位じゃないということですよね。でモーターといえばニレックですよね。あとは、まあ、リチウムイオン電池のですね、まあ、分離剤ですよね、セパレーターですね、まあ、正極剤と負極剤の間を、まあ、リチウムイオンが行ったり来たり行ったり来たりするときに、リチウムイオン以外のものがですね、まあ、結局移動しないようにということで途中で仕切る、まあ、分離剤ですよね、セパレーターっていうのは、まあ、旭化成がかつて、まあ、ダントツ1位だったわけですけど、今1位でなくなっているということで、はい、電池のパナソニック、モーターのニレックで、分離剤の旭化成など、まあ、全く同じパターンで、まあ、技術で勝って事業で負けつつあるということです。はい、そして住友金属鉱山もですね、まあ、技術で勝って事業で負けつつあるということです。はい、でなぜかっていうと、まあ、簡単で、まあ、一事業に全てをかけた全集中の設備投資っていうのが日本企業はできないんですよね。これめちゃくちゃ苦手にしているということです。何か一事業しかやってないということになると、一事業に売上とか利益がですね、依存してるみたいな感じで、全集中を否定的にマイナス、ネガティブに捉えるっていう感覚が日本人は持ってしまってるんですよね。だからいろんな事業から売り上げを上げる、利益を上げる、でそれでなんかいくつもの事業っていうのをたくさんやってることがプラスっていう観念が強すぎるのでなので結局一事業に、まあ、持ってる人物お金っていうのをこう全集中させるっていうことをなかなか日本企業っていうのはしないということです。そうすると、まあ、結局日本企業はですね、まあ、いろんな事業に、まあ、分散投資をしてます。設備投資の金額が分散してますと。で中国は一極集中で、投資しますということであれば、まあ、勝てないということなんですよね。まあ、単純に規模の経済で負けるということです。はい、ちなみに、まあ、住友金属鉱山の、まあ、今期の設備投資計画っていうのはですね、まあ、3事業に、まあ、均等に分散投資してしまっているということで、はい、資源事業に787億、製錬事業に586億で、材料事業に520億ということですね。そして、まあ、電池材料事業への、まあ、設備投資もですね、まあ、金鉱山開発の半分以下の計画になっているということです。はい、金鉱山に関しては328億プラス追加で205億で533億ですね。はい、それに対して車載電池向けの正極材に関しては257億ということで、まあ、金鉱山開発に、まあ、設備投資する金額の半分以下しか計画していないということです。はい、ビジネスは戦争ということですね。で、まあ、住友金属鉱山の経営陣はですね、まあ、電池業界ですでに起きている戦争っていうのを、まあ、ちゃんと認識できてるんだろうかということですよね。まあ、例えばヨーロッパっていうのは2035年の時の、まあ、新車っていうのは全部ですよね、 100% EV 電気自動車っていう、まあ、そういう政治的な合意があるわけですよ。だから、まあ、自動車メーカーとしては2035年以降っていうのは、まあ、ガソリン車とか売れないということなんですよね。もし2035年以降、まあ、新車を売るってなったら 100% 電気自動車と
という、まあ、そういう方向性で動いているわけです、はい、だから、まあ、当然ヨーロッパにもですね、まあ、例えばドイツだとかフランスだとかイタリアとか、まあ、自動車で強い企業ってあるわけですけど、まあ、そこに対して、まあ、電池メーカーがですね、まあ、ものすごい勢いで、まあ、設備投資して、まあ、自分たちの、ですね、まあ、電池工場っていうのを作っていってるということです。もうこれが、まあ、はっきり言って世界で起きていることということなわけですよね。もうこの中で結局生き残っていく電池企業っていうのがですね、まあ、ヨーロッパでですね、まあ、その EV 電気自動車の完成メーカー、例えばフォルクスワーゲンとかベンツとかに、まあ、電池っていうのをどんどん供給していくということになるということです。ではっきり言ってですね、電池材料っていうのは顧客にとってはこれ汎用品なんですよね、うん、だから作ってる側はとにかく技術とか品質っていうのに固執こだわるわけですけど、だから結局まあ電池メーカーにとって電池材料っていうのはこれはもう汎用品なわけです、はい、だからまあ品質がいいっていうのはこれ当然ですよね。もう当たり前の話ということで、価格競争でも勝って行かなければ、まあ、負けるんですよね。いや、うちの方が品質がいいですっていうのははっきり言って負け惜しみなわけですよ、うん、それはもう安い方が当然選ばれるということになるので、まあ、品質がいいのは当然で、価格勝負でも全力で勝ちに行かなければ負けるということです。で、安い価格で提供しても利益を出さないといけないので、だからもうめちゃくちゃ固定費っていうのをどんどん極小化していかないといけないということです。はい、結局ですね、まあ、住友金属鉱山が、まあ、電池材料事業っていうのをですね、まあ、継続できるのか、それとも撤退に追い込まれるかっていうのはですね、まあ、直近3年次第というふうに言えます、はい、なぜかっていうと、まあ、トヨタはですね、はい、今まで EV 電気自動車に、まあ、超消極的だったトヨタがですね、まあ、EV 生産っていうのを、まあ、ついに増やし始めましたということです。だ EV っていうのも、まあ、電気自動車っていうのもすごく温度差があったということで、まあ、例えばヨーロッパのノルウェーとかが一番熱かったわけですよね。で、その後に、まあ、例えば中国が、まあ、自動車強国っていう、まあね、国としての目標っていうのを明確にして、まあ、中国も EV 電気自動車っていうのをどんどん割合を増やしてますと。もうそれこそ規制だとか、まあ、ガソリン車に対しての規制だとか、もしEV 電気自動車に対しての補助金だとかっていうので、中国は国を挙げて、まあ、EV 電気自動車の割合っていうのを増やしてましたと。一方日本に関しては、まあ、特にトヨタを代表として、まあ、EV 電気自動車って全然ですね、まあ、消極的だったわけですよね。だからまあ2020年度は、まあ、統計上はゼロという、まあ、そういう数字になってるわけですけど、まあ、21年度は 0.6 万台、6000台ですね。22年度は1万6000台。そして23年度、これは実績ということになりますが、3万8000台、まあ、電気自動車を作ったという、まあ、作って売ったということです。はい。そしてですね、今後3年間でこれが一気に加速するということです。今までものすごく消極的だったのが、嘘かのようにいきなりここから増やしていくということです。はい、23年度3万8000台これ実績ですね。で、24年度、これは20万台という計画になっています。はい、なので1年で一気に電気自動車 5.3 倍に増やすということですね。はい、それから2年で26年度に150万台ということで、2年後にさらにですね、増やすと、20万台を150万台なので2年間でさらに 7.5 倍、1年で 5.3 倍に増やして、さらに2年間で 7.5 倍ということで、一気に電気自動車っていうのを増やすということですよね。だから日本でこれからですね、本当にこの直近3年間で電気自動車市場っていうのが作られていくということになります。はい、だからですね、トヨタは EV 電気自動車を完成車を作っていきますと。当然その EV 電気自動車にはですね、重要な部品って、最重要部品っていうのは電池ですから、だから電池はですね、トヨタとパナソニックの合弁会社で作るということですよね。トヨタが 51%、 パナソニックが 49% 出資している、トヨタとパナソニックの合弁会社で電池っていうのを作っていきますということですよね。で、パナソニックは正極材っていうのを仕入れるということになるわけですけど、その仕入れ先の一つっていうのが住友金属鉱山ということですよね。はい、電池の正極材は住友金属鉱山から、パナソニックはですね、仕入れているという、そういう流れになってますということです。はい、ただしですね、トヨタも上場企業なんですよね。だから株主に対して利益成長の責務っていうのを持っているわけです。だから、トヨタにとってパナソニックっていうのは、電池仕入れ先として唯一の企業ではないということです。だからトヨタとパナソニックはですね、トヨタが 51%、 パナソニックが 49% でお金を出し合って合弁会社っていうのを作ってて、でその合弁会社で電池を作ったら、当然トヨタはそれを使っていくということになるわけですけど、はい、そのトヨタとパナソニックの合弁会社っていうのは、トヨタにとって電池仕入れ先としては唯一の企業じゃ
ないということです。はい、ちゃんとですね、トヨタは CATL ですね、まあ、中国の、まあ、ですね、まあ、車載用電池ではもう圧倒的1位の、まあ、CATL と、提携しているということです。だからトヨタはですね、まあ、パナソニックからも電池は買うんですけれども、CATL からも買うということです。はい、なので、まあ、パナソニックはですね、まあ、最高品質で、しかも安い電池を供給しなければならないということです。もし、まあ、CATL の、まあ、電池っていうのが圧倒的に安いということであれば、当然そっちの方からたくさん買うということになりますので、パナソニックは単に最高品質の電池を作りさえすればいいということではないということですね。ちゃんと安い電池っていうのを供給しなければならないということです。はい、当然ですけど、まあ、住友金属鉱山は最高品質で、しかも安い電池材料っていうのを供給しなければならないということですね。で、これから、まあ、EV、電気自動車ですね、それから電池材料の、まあ、需要拡大っていうのはほぼほぼ確実なんですよね。うん、だからもう中国だけじゃなくて、今度はもうヨーロッパということで、まあね、ノルウェー以外の、まあ、ドイツ、イタリア、フランスっていうのもどんどん、まあ、電気自動車というふうになってくるということです。もちろんアメリカもそうですし、まあ、これからのは、いよいよ、まあ、日本もですね、まあ、新車の中で、まあ、電気自動車の割合っていうのが増えていくということで、まあ、全世界的に見て、まあ、EV、電気自動車の需要拡大っていうのは、もうほぼほぼ 99.99% 以上確実な情勢ということですよね。はい、だからまあ問題はですね、技術だけでなく価格でも戦争に勝てるかということです。需要はどんどん拡大していきます。だったら全世界のありとあらゆる企業にとって EV 電気自動車が機会チャンスであるビッグウェーブであるっていうのは、これはまあ当たり前の話だわけですよ。常識なんですよね。であればもうその機会チャンスに一番強い企業っていうのがまあ集中して入ってくるということになるわけですよね。で、一番大きな機会チャンスがあるから一番強い企業が一番たくさん入ってくるわけですよ。で、ヨーロッパだけでもこんだけの企業っていうのが競争しているということになるので、あとは勝てるかと。で、需要はもう確実に伸びるということですよね。だったらあとはその中で勝てるかどうかっていうことをですね、勝ちさえすればもうものすごい利益を上げることができるということです。その代わり負けたらまあ撤退しなければならないということですね。はい、ゆえに、まあ、住友金属鉱山がですね、まあ、電池材料事業っていうのを、まあ、継続できるか、それとも撤退に追い込まれるかっていうのは、まあ、直近3年次第ということです。もうトヨタがですね、この、今からの24年度、25年度、26年度っていう形でものすごい勢いで電気自動車っていうのの、まあ、生産台数増やしていきますので、まあ、その波にですね、まあ、乗っていくことができるかどうかにかかっているということです。はい。で、まあ、もしですね、まあ、競争に負けたという場合はですね、まあ、住友金属鉱山は、まあ、資源と精錬の二事業に戻っていくしかないということです。今は資源、精錬、そして材料ということで3事業でやってるわけですけど、まあ、電池っていうのはですね、まあ、電池材料っていうのはものすごい機会チャンスなので、だから競争もまあ世界で一番激しいって言っても過言ではないわけですよね。で、勝てばものすごい利益成長しますけど、負けたら撤退するしかないといった時に、まあ、住友金属鉱山というのはもともと精錬から始まってる企業ですから、まあ、結局まあ材料っていうのは撤退して資源と精錬の二事業に戻っていかざるを得ないということです。はい、ということで、現役決算の住友金属鉱山大丈夫かというテーマだったんですけど、結論はもう勝負どころということです。はい、直近3年次第というのは今回の結論です。はい、そしてですね、最後にお知らせを3点させてください。まず1点目ですけれども、はい、白坂のまあメルマガ登録特典ですね。で、株式投資で資産を10倍にする方法などですね、まあ、特典動画っていうのも無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、で、今来ている大波、EV、電気自動車に関連して、EV 戦争の覇者、新動画版という、まあ、価値の高い動画講義っていうのがですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということで、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう